信長は浅井長政の鋭い追撃をかわした。だが長政は必要に天下を狙わんとした。六条合戦で敗れた三好家の残党西下衆甲斐の武田信玄らと同盟し、信長包囲網を敷く。信長は再び追い詰められた。だが彼は怨んでいた。まるで長政の反乱をめでるがごとく。そして信長の非情な反抗が始まった。それは味方すら目を背けたくなる苛烈なものだった。織田の将、野田福島の戦い。浅井長政の主導にて京の西野田福島で小将将ら旧勢力の残党が蜂起いたしました。紀州の鉄砲傭兵集団西下衆率いる西下孫一もこの蜂起に加わっている模様。油断はできませぬ。また東方では甲斐の武田信玄も動き出しており、完全な織田包囲網が形成されつつあります。長政殿が我らに適したのはきっと何かの気の迷い。この光秀にお任せください。きっと長政殿を説得。ならぬ。気の迷いなどと長政の意志を汚すな。背いた以上長政は背けきらねばならぬ。天下不武、信長は天下に武を敷くと宣じた。背く者には徹底制圧あるのみ。命令は一つだ。すべて絶やせ。長政殿、もはや戻れる道なのでしょうか。孫一、まさかこんな日が来るとはな。お市様、おいたわしよ。
にしてくれるわ。ここに熱した。ランにお任せを。カスマ城の守りは高いよ。
放ち炙り出す。貴様の思い通りにはさせんぞ信長。わしがいる限り城に火はつけさせん。
信長、昔の髪を焼けちゃったじゃん。撃て、たやせ、生きて返すな。信長様、もう十分じゃ、十分じゃて。城内に入り、織田軍を駆逐してくれ。敵将討ち取ったり。戦える者は俺と共に織田勢を食い止めよう。参ります。なでいいぞ。その人は悪いやつ。
分に乱れよ、ボラン。ランにお任せを。イチ、待っていろ、そなたはそれがしが必ず取り戻す。敵将を討ち取ったぞ。存分に乱れよ、オーナー。
最後まで。笑えんのんじゃ。一体何のための戦じゃ。信長を超えようとした。だが超えられず悲劇に終わったあなたは許されたのに、長政殿はなぜ。全て承知で、あの男を支えてきたのだろう。承知ならば、なぜお市様は泣かねばならぬのです。全て承知でも涙がこぼれる。